豚熱が確認された中央市の養豚場について、県は飼育されていた豚2642頭すべての殺処分が終了したと発表しました。県によりますと、中央市の養豚場では今月9日と10日に子豚25頭が死に、その後豚熱の感染が確認されました。このため県は11日から養豚場で飼育されている豚の殺処分を進め、昨日2642頭すべての殺処分を終えました。殺処分は当初昨日正午までに終える予定でしたが、出産で頭数が増えたため遅れが出たということです。